後の質問です。これね、はい、なんかね、うん、私が勝手に考えていいっていうことだったので、ちょっと私がニヤニヤしたいね、年頃ですので、うん、じゃあ、つむぎりさんの好きなところ。ああ、ぎりさんの好きなところ、いっぱいあるよ。自分で聞いといて。いや、まず、なんだろう、うん、一緒にいるその場のみんなが明るい気持ちになれる。うん、やだ、嬉しい。そう、で、なんかすごい、うん、なんか、変なことを言ってる時もあるけど、うん、実は誰よりも周りのことをよく見てる。うん、そうなのでね、本当にね、うん、心が優しい子ですよ、つむちゃんは。てれつむちゃん。え、超嬉しいんですよ。ありがとう。嬉しい。聞いといてすっげえ照れるって。わけがわからない。